はい、どうもこんにちは、ベルフリです。今日はですね、ベルファイアのこのギラギラメッキパーツの部分なんですが、まあ、今日ね、たまたま雨が降ってるんですけれども、雨等でついたシミとかがね、結構目立ち出してるんですよね。もうなんだかんだで1年半使ってますからね。そんなわけで、まあ、洗車のたびにちょっとね、気にはなってたんですが、カー用品店でこちらを発見しましたので、ちょっとね、パッと目についたんで、まあ、また衝動買いしてしまったんですけれども、きらめきアップメッキクリーナーってやつですね。メーカーさん、株式会社プロスタッフさんというところですね。こちらを使って、この辺のね、フロントのところ綺麗にその鱗がね、落ちるかどうか、ちょっとこれから試してみようと思います。このチャンネルでは主にベルファイア、そして趣味で使っている 3D プリンター、その他収益化している当チャンネルの収益や各種指標を動画でお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。ヤフオクで出品している各種オリジナルグッズのリンクは説明欄に、グッズ関連の再生リストは画面右上にリンクが出ておりますので、気になる方いらっしゃいましたらぜひご覧ください。まずは汚れの方をね、綺麗に落としてほしいと書いてありましたので、今雨の中走ってきたんですけれども、まあ、綺麗な布でね、この辺だけメッキパーツのところだけちょっとね、綺麗に拭いていこうかなと思います。今メッキの部分だけ綺麗に拭き上げて、あと空拭きしました。水滴がね、ほとんどない状態にしたんですけども、パッと見、ま、そういうね、シミとかはね、カメラにはこれ映ってないんですが、ま、肉眼でね、この距離で見るともう分かります。でライトを当ててみるとなんですけど、見えますかね、このライトの通るところ、付近のところを見ていただくと、なんかね、ポツ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 ついてるわけですよ。まあ、これがカメラにはね、映りにくいんですけど、肉眼で見るとはっきり見えます。まあ、このね、シミみたいなものをね、これからクリーナーを使って落としていこうかなと思います。効果の方を確かめるためにマスキングテープでね、中央をちょっと境目を作りました。で、向こう側の方をやらずにこっち側の方だけね、ちょっとやってみます。で、内容物はこんな感じですね。これがクリーナー、そしてこの布で引き上げる感じです。で、こちら4枚入ってるんですけれども、これで仕上げると、液を塗って伸ばして、まあ、よくね、磨いて乾く前にこちらの布で拭き取ってくれとのことですね。じゃあこれからやってみます。まずはね、少量ここに塗ったので、これでね、ちょっとやってってみますね。どうなるのかな、綺麗になるか。量が少ないな。まあ、シミがあるなっていうところをね、ちょっとこすっていくような感じです。でちょっとこの辺までやって一回拭き上げてみますかね。スプレー式じゃないので、まあ、飛び散る心配がないですね。ボディの部分とか、あとゴムの部分にちょっと乗らないように気をつけてね、やった方がいいかもしれませんね。でちょっと拭き上げてみます。で効果のほどなんですけれども、この辺までやったんですけどね、お、これはなかなかいいかもしれないですね。パッと見なんですけど、ピカピカになりました。ちょっと私のやり方にムラがあって残ってるところもあるんですけれども、ほとんどね、なくなりましたね。ちょっとこの調子で残りの部分もね、やってみます。今反対側、右半分だけね、終えたんですけれども、ちょっとね、見てください。このマスキングテープの貼ってあるところから、ここですね、ちょうど筋が今真ん中に見えてると思うんですけど、これ左半分と右半分で全然この曇り具合がね、違うんですよね。こっち側は、まあ、光が当たってもそれほど何も見えないんですけど、曇ってないですよね。ただこの線を境目にこっち来ると
なんかね、プツプツがいっぱい見えてるんですよ。このライトの付近なんですけどね。こういう感じで。ただそれが、この、今このラインですね。ここを越えると、磨いた部分、もう何もない感じです。これね、驚きですね。ここまで綺麗になるなら、もっとね、最初からやっときゃよかったなと思ったんですけど。ちょっとこのまま、全体やってみます。上の部分は一通り、こちらからずっとやって、ここまでね、磨いてみました。こういう、ね、表現でいいのかどうかなんですけど、本当に新車並みですね。現状走行距離約1万キロで購入から、約1年半が経過するんですけれども、その中でね、市街地がほとんどです。高速走行は、1000キロちょっとぐらいしかないんですけどもね。その中で今まで洗車しててやっぱちょっと気にはなってたんですよ。シミがあったりとか、あと虫のヒットした後ですね、その辺がなかなか消えないなっていうふうに思ってたんですが、今回全て消えてなくなりましたね、磨いたことによって。こういうね、クリーナー私も初めて使ったんですけれども、特にね、やるには難しくはないです。磨きかけたところとそうでないところで、比べると、こちらがね、さっき磨いたところなんですけど、どっから見てもね、一点の曇りもないです。まさかね、ここまでね、綺麗に仕上がるとはね、思わなかったですね。でやってないところはというと、このエンブレの横あたりですね、ここ見えますかね、この辺にプツプツっていうのがいくつか見えてると思うんですけど、これが要は洗車した時に全くね、落ちないシミみたいなやつですね。あとこのグリルの部分ですか、ここも2本やってないんですけれども、見ていくとなんかそれっぽいプツプツが結構見受けられます。ちょっと見づらいんですけどもね。で上の方のこの部分は、一部虫がね、ヒットしたような跡が、ここですね、この部分にあります。これがね、全く普通に布で拭いたんではね、水洗い洗車で落ちないんですよね。あとはこのエンブレの脇なんですけれども、脇というかこの水がね、垂れ落ちるところですか、ここ分かりやすいですよね。こんな感じで残っちゃってます。こういうのもね、きちんと仕上げてやれば綺麗にピカピカにすることできますよね。一応私なりなんですけれども、このメッキ、クリーナー使うにあたって、こういう雨の日はね、絶対避けた方がいいと思います。屋根の下でね、今回やったんで、なんとかできたんですけれども、あと車自体にやっぱね、水滴が残ってるんですよね。そうすると、こういうゴムとかこのつなぎ目からね、水がちょっとね、染み出たりとかして作業がね、やりづらくなってしまうので、晴れてる日にね、綺麗に洗車レベルだとね、どうかなと思うんで、綺麗な布タオルでね、綺麗に拭いてやってから、空拭きして、それからやった方がいろいろと都合はいいと思います。今回ね、雨の中でやったんで、割と水滴がね、出てきちゃうんですよね、中の方から。それだけはちょっとね、避けた方がいいかなと思います。あと、これは私の洗車場のね、経験からなんですけれども、やはりそのワックスとかコンパウンドの類が、こういうゴムのところですね、ここについちゃうと白くなってしまうので、そこにはね、絶対液体をね、つけない方がいいと思います。今回もね、やるにあたって私結構慎重にやったんですけれども、液状なので結構ね、うっかりするとね、この辺のゴムについちゃってしまって、多分後でね、白くなってしまうんじゃないかなって思いますね。だからどうしても際までやりたい人はこんな感じでマスキングテープでやってみた方がいいと思います。私もさっきちょっとね、この辺マスキングテープ貼ってやったんですけれども、そうするとね、つかない感じでいけますね。ただ大量に塗ってしまうと間から入ってしまうとかってあるんで、適量でやった方がいいですね。今回この、メッキクリーナーですか、使ってみて私の、評価はもう申し分なしのね、100点なんですけれども、ただ Amazon の、評価ですか、見ると星 3.7 なんですよね、平均で。で割とトップに出てるレビューは酷評が多いので、私はね、いいんですけれども、そういう風にレビューされている方もいます。というわけで本当にね、この綺麗な状態を保てるのかどうか、実はね、こうやって綺麗なんですけど後日ね、発火してきたりとかっていうのもあるかもしれないので、今回ね、ちょっとここだけで一回終了としてみます。で今後はですね、さらにメッキパーツのね、シミとか、あと傷なんかのね、問題箇所は多々ありますので、今回使ったそのメッキクリーナーを使うか、またはね、別な商品を試してみるとか、あと今回の経過ですね、
この辺しっかり施工したんで、まあ、それがね1ヶ月後とかにどうなるのかをね、動画の方でお伝えしていこうかなと思っておりますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルフリーでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。